日本代表は現地時間9月12日、国際親善試合でトルコ代表と対戦し、4-2で勝利した。現地メディアは、ドイツの地で世界王者ドイツを4対1で撃破したことが偶然でないと証明した、と称賛しつつ、日本サッカーの歴史は長くないだろう。トルコでは100年以上前からサッカーが行われている。それなのに、恥ずかしいはずだ。と母国を糾弾している。動画 落ち方キモい。あれはトレンは、久保武房の強烈な無回転シュートからゴールのシーン日本は9日にドイツ代表と対戦し、4-1で勝利。中2日で行われたトルコ戦では、DF 伊藤博樹を除く先発10人を入れ替え、MF 久保武房がトップか、MF 道安律が右サイド、1トップを FW 古橋京吾が務めた。試合は前半15分。 同案とのワンツーでカットインした MF 伊藤敦樹が左足を振り抜き、強烈な弾丸シュートをゴール右上に叩き込んで先制した。さらに同28分、ペナルティーエリア手前から久保がミドルシュートを放つと、相手ゴールキーパーがファンブルしたボールを MF 中村啓とが押し込んで追加点。同36分には右サイドを突破した DF マイグマ・アキラヤがグラウンダーのパスを通し、 ファーサイドで受けた中村が2点目を奪った。同44分にセットプレーから失点するも、3対1で前半を折り返した。後半頭から MF 伊藤淳也、FW 前田大善、DF 橋岡大輝を投入。後半16分に失点を喫するも同33分、カウンターの場面で伊藤がドリブルで敵陣を独走すると、相手 DF に倒されて PK を獲得する。 これを伊藤本人が直接蹴り込んでリードを広げた。試合はそのまま4-2で終了。日本は連続失点で一時は1点差に詰め寄られるも4得点で打ち合いを制した。そんな中、大量4失点を喫した対戦国トルコの地元メディア、ユニカッグは、恥を知れ。今までありがとうくんつ、近々決別の時が来ると見出しを打ち。 トルコ人ジャーナリストのトゥルゲー・ベシュルドゥズ氏がステファン・クンツ監督の解任を予測している。日本について、ドイツの地で世界王者ドイツを4対1で撃破したことが偶然でないと証明した、と実力に称賛の言葉を送った。また、日本のサッカーの歴史は長くないだろう。トルコでは100年以上前からサッカーが行われている。それなのに、恥ずかしいはずだ、と母国を糾弾。 2002年に開催された日韓ワールドカップでは3位の快挙を成し遂げたトルコだが、それ以降は5大会連続で本大会の出場を逃すなど、停滞期を過ごしている。9日に行われたアルメニア戦も1対1と引き分けていたこともあり、苛立ちを隠しきれていない様子だった。